おはようございます。竹原です。今起きました。7時55分ですね。朝の7時55分です。東京は雨ですね。はい。今日はね、マリアナスオープンっていう大会があって、で、まあそこにうちからキッズが何人出るんだろう、20人とか30人ぐらい出るのかな、2、30人ぐらい出ます。はい。で、駒沢の体育館でやるので、8時45分には道場、三田の道場から出発するように動くので、さっき起きましたね。眠い。眠いっす。なんか昨日会員さん、ジェイソンっていう会員さんとかがこの YouTube の話してくれて、いいっすねあれみたいなね。ありがとうございますと。ちょっとこう、ポッドキャスト的にいいんじゃないですかって。まあ、要はそのラジオ的な感じでね、聞いてる方も、なんか、いらっしゃるみたいで。まあ、ジェイソンとか、そういう話してくれて。やっぱ海外とかはね、今ラジオの文化がすごいみたいですね。ラジオ、やっぱ耳につけてこう、聞くっていう文化が結構多いみたいで。まあ、これも、どっちかっていうと、まあ、画面を置いて見るっていうよりも、ラジオ的な感覚で、こう聞いていただければいいかなと。はい。まあ、ただね、ラジオよりもかなり緩くやってるんで、はい、いいかなと思ってます。ね、ちょっと登録者数見てみようかなと。6人増えて、23日、誰も増えてないですね。0人です。動いてない。これ6人が昨日見せたやつで、0人ですね。まあ特に変わってないか。今、2194人です。まあ、こういう感じでやっていくのが僕的にはいいと思ってて、要は、毎回その、気合を入れて、どうもー、竹原でーすみたいな感じで、気合を入れてやるんじゃなくて、もうこう、パッと始めるっていうね。まあ、それがやっぱり継続するための大事な秘訣だと思ってますね。まあ、昨日のボイシーとかでもちらっと話したんですけど、要はその、何でも本当に改めて思うんですけど、継続がめちゃくちゃ大事じゃないですか。とか、まあ継続でしかないんですけど、だからこういうのもいかにこう継続するかが僕は大事だと思うんですよ。いかに継続するかが。なんで、まあこう、そのためには無理に自分自身にもハードルを高くしすぎないし、やるためのその YouTube を出す、やるための、エネルギーをなるべく使わないようにしてます。まあ、だから例えばね、これ聞いてる方、柔術やってる方も多いと思うんですけど、道着をね、畳んで、ラッシュガード入れて、替えのパンツとか入れて、アラームになりました。替えのパンツとかを入れて、リュックに入れて、道場まで、じゃあね、電車と歩き使って1時間かけて行って、で、道着に着替えてようやくやると。本当にそれって大変なことじゃないですか。僕はそうやって、そのやるまでのハードルを高くするっていうよりも、
一番家から近くて、うん、でも道着じゃなくてラッシュガードだけとか、だからグラップリングをおすすめしてるんですけど、もうパッてカバンに突っ込んで、でパッ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 って歩いてとか走って、もうすぐに道場行けて、はい、っていうのが一番僕的にはいいと、はい、職場も一緒だと思ってて、やっぱり職場が遠いっていうのはね、僕は結構大変だなと、うん、その継続するっていう意味では、もちろん働くことは継続しないといけないんだけど、やっぱ継続するため の, エネルギーをなるべく使わないようにすると、はい、いうことが僕はすごい大事なんじゃないかなって思いますね、はい、だからこ の, YouTube も無理にこう気合を入れて、よしやるぞっつって張ってやると多分続かないんですよね、これ僕多分毎回気合を入れてバチバチにこう話す内容とかもしっかり決めて、じゃあテロップもつけてとか、それがっちりしっかりこう やったら、やろうと思えばできなくはないんですけど、まあ多分それだと3日ぐらいしか続かなくて、うん、もうすぐにこうやってパッと撮って、でパッとこう流すっていうのが、まあ僕の中ではすごいこう合ってるんですよね。だからまあボイシーとかもすぐにパッて始められるし、ノートもすぐ空いた時間にやると、はい、だから何でもやっぱりこう細く長く続けるっていうのは改めて大事だなって本当思いますね。これコーヒーいただいたやつです。だから継続するためにいかにこう仕組み化してその続けるためのハードルを下げるか、うん、っていうのはすごい大事なんじゃないかなって、うん、思ってますね。まあだから今日キッズのセコンドもやるんですけど、まあキッズとかによく言ってるのは、そんなこう無理してね、こう手術やんなくていいよと。本当にこう自分の行きたいテンションの時にふわっと行って、はい、やるのがいいんじゃないってみんなに言ってますね。でもそしたらやっぱそうやって行った方が来るんですよ。無理に毎日来いよとか毎日やれって言うんじゃなくて、もう自分のテンションでやろうよと、うん、まあそういう声がけの方が割とね、キッズとかもですね続きやすいと。僕も YouTube、この YouTube も義務化して毎日やろうとか思ってやってるんじゃなくて、やっぱこの自分がこうやりたいというか、もう軽くパッてできるっていうのが僕の中のやはり良さですね、はい、まあ本とか読むのも結構そういうテンションでやってますね。なんだろう、全部一気に覚えてやろうとか思ってるんじゃなくて、とりあえず買ってバーッと一冊適当に読んで、でその中から自分の気になった部分とかを読み直して、で付箋とかドックイヤーつけて、でその印象に残ったとこだけをなんかこう自分でメモしたりとかして。だから読書しててすごいですねって言われるんですけど、別になんか頑張ってやろうとかも思ってなくて、まあほんとコンスタントにできるように、そんなテンションも上げすぎず下げすぎず、まあだからその何かをやるにしてもテンションを上げすぎず下げすぎずやるっていうのが僕は大事なんじゃないかなってすごい思うんですよ。無理にやっぱテンション上げてやっても3日ぐらいしか続かないし、まあ行って1週間とかで、テンション低い時にやってもね、なんかその気持ち的にこう悲しくなってくるじゃないですか、続かないじゃないですか、まあ、だからやっぱりそのいいテンションでやると、上げもせず下げもしない、まあだから筋トレとかね、筋トレとか柔術とかやる時も、よし今日めっちゃやろうってあんまり僕はおすすめしないですね。
今日めっちゃこの技とこの技とこの技やって行こう、プレワークアウトドリンク飲んでカフェインバリバリにしてやるぞってっていうのはあんま僕はおすすめしないです。多分続かない。まあ続く、一時的には続くけどプツッとこう途切れると思いますよ。まあそんな感じですよ。なので、皆さんもぜひこう継続はするためのコツとしては、ゆるく続けることが大事なんじゃないでしょうか。そんなわけで、じゃあ今日、これからキッズのセコンド行ってきます。